えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、えー、ジャズについてお話ししていきたいと思います。えー、ジャズについてどこでジャズと判断してるのって、これまた僕も文化センターで教えて始めてからですね、すごくよく生徒さんに聞かれるのと、まあ、お客さんにもよく言われますね。なので僕もいろんなミュージシャンにジャズって何って聞いてみたんですね。そんな時に、まあ、スイングするリズムとかアドロイブが中心になっている曲がジャズなんじゃないかとか。 じゃあ、ジャズボーカルってどういうこととか、メロディに対してハーモニーを付け直す、リハーモナイズっていう、まあ、これがジャズアレンジじゃないかなと僕は思ってるんですが、ハーモニーはでもすべてクラシックからの拝借ですよってお話ですね。あと、えー、進行方向が同じであれば、えー、縦軸が一旦ずれても、えー、外れても大丈夫って考える。これが僕がよく叩いてみたでやってる考え方なんですが、この辺解説していきたいと思います。 いろんなジャズミュージシャンにジャズって何って聞いてみたんですが、まあ、命かけてるのがジャズっていう知ってる人もいました。うん、なんとなくわかるけど、うん、それって他のね、あのー、スポーツとかでもいろいろあるんで、命かけてるのが、まあ、クラシックでも命かけられてる人もいるんで、まあその辺ちょっと却下としてですね、まあ多かったのがアドリブ中心の音楽とかですね、スイングしているっていうことですね。 この辺ちょっとテンションを使ったハーモニーっていう話が出てくるのでちょっと解説していきますねスイングするリズムっていうのはいわゆる4ビートと言われているリズムですチーチッキチーチッキチッキ要はタタ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 タチタタタタタタキチタタ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 タたタタタタたタタ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 タ ホービートと言われてるリズムです。でも、ービートっていうのは和製英語で、通常はスイングビートとかスイングフィールと言ったりします。でスイングジャズっていうジャンルがあるんですね。グレン・ビラーとかベニー・グッドマンとか、えー、まさにそのイン・ザ・ムードとか、シング・シング・シングとか、ああいうリズムのことを全部スイングと言いますね。だからあのスイングしてる、あのダンス・ミュージックであるっていうことがジャズであって、まあ、このバンドにはやっぱアドリブの部分があったわけですね。 じゃあ、ロイ・ハーグローブのストラスバーグっていうのはどうなるんだみたいな。こうファンクで、ッツッターツックドッドン、ツッターツッターン、ツックドンドン、パンみたいな。こういうのって、チャーチャッカタータッカとはだいぶ違う。まあ、厳密に言うとちょっとスイングしてるんですけど、リズムでジャズっていう風に考えるんじゃなくて、アドリブが中心になっている曲がジャズ。要は、テーマがあって、そのテーマをアドリブでずっと回して、またテーマに戻る。 まあ、ストラスバーグなんかも、まあ、もうテーマ、まあ、ほとんどこう変わらないですけど、この形でやっていますよね。ということで、アドリブを中心にしてる音楽がジャズなんじゃないかな、みたいな。で、もう、ジャズではクールジャズになってくるとですね、まあ、テーマを、要は、えー、替え歌にするわけですね。このテーマとテーマが短いのに、こう、ここがメロディーの、ここがやりたいところで、ここが中心なのに、 テーマのメロディーが有名な曲だとそれで著作権を取っていかれちゃうんで自分たちでそのテーマもちょっとジャズっぽくしたメロディーを作って演奏するこういうのをねやり始めますコントラファクトって言うんですけどそのコントラファクトをやってるやつクールジャズの中ではもうコントラファクトすらやらずにもうメロディーもほとんど出てこないで演奏してるってやつがありますねえサラ・ボーンですねサラ・ボーンの枯葉ってアルバムがあるんですけどあれには枯葉のメロディーを歌わないんですねだからもう最初からら最初 ですけど素晴らしいアルバムなんですが、えー、レコード会社に枯葉は何曲目に入ってるかという問い合わせがすごくあったそうなんですね。いや、あれはわかんないわ。はい。というわけで、でもジャズボーカル、まあちょっとサラはうますぎるんで置いといたとしても、スキャットとかしない人いっぱいいますよね。そうすると、アドリブが中心になってるのがジャズじゃないか、あれはジャズボーカルって言うんだろうか、みたいな。まあ、リズムがスイングだったら、まあ、 スイングの曲を歌ってればジャズボーカルなんだろうかでも、ね、スイングの曲あんま歌わないボーカリストもいるよね、みたいな。じゃあ、あれってジャズボーカルっていうのって話になった時に、えー、誰かがすごくいいこと言いまして。 ジャズバンドの前でボーカルで歌ってたら、これはジャズボーカルでいいんじゃないかと。くくりそうしちゃおうって。いう。そしたらもうジャズボーカルでいろいろ悩まないからみたいなお話になってですね、みんなで大騒ぎしてたんですけど、その時にあのクリス・ボッティのバンドでね、あのドラムがビリー・キルソンでね、あの時にあのエ,ラスエアロスミスのボーカルが歌うんですけどえ、あれはジャズボーカルだよね、だからっていう話になりました。でなんて持って、その、何を持ってあのジャズになるかってと、ジャズってその、 メロディに対してハーモニーを付け直すリハーモナイズっていうのすごくよくするんです。これが瞬発的にやったりするんですけど、ハーモニーをこう記号化した、こうハーモニーをドミソっていうのは C、ドミのフラットソは c マイナーっていう風にも 決めてしまうんです、ね、そうすると、そのハーモニーに対して、そのハーモニーの感じを壊さなければ、いろんな音を足してもいい。ハーモニー、テンション、足しても、こう、響き的にはすごく、こう、ちょっと濁ったり、その、大人っぽくなるんだけど、こういうのをテンション、要は、ハーモニーに対して、テンションが上がっていくっていうか、テンションがこう、緊張が漂っていくみたいな感じのね。これ、テンションが入ると自発らしくなるんですね。これちょっとね、えっ、ー、と、チューリップの葉のドレミドレミをですね、えー、私は、あの、ちょっと、えっ、ー、と、 打ち込みみみで作っててままししたので聞いてみましょう最初は童謡っぽくドミソだけなんですけどだんだん音がハーモニーがナインス・イレブンスっていうのシャープ・イレブンスっていうのが足されていきますこれなんかね子供の泳ぎみたいなこれねカーペンターズとかが使ってるハーモニーナインスってやつです だいぶこう大人っぽくなったと思うんですがテンションが入るとジャズらしく聞こえるということですねそうするとこうジャズバンドの子たちが演奏するとまああんまテンション入れるとポップスの曲っぽくなくなるから入れないようにするんですけどそれでもやっぱりちょっとずつこう工夫して入れるんですねそうするとなんとなくジャズっぽいアレンジになるんじゃないかなでジャズアレンジっていうのはこういうリハーモナイズをフッとしているものが最近ジャズアレンジで8ビートでもなんか16ビートだったりとかしてもうこれジャズアレンジって言われちゃうんですけど えー、まあ、うん、まあそういうことなんですよね、きっとね。で、僕がジャズの大きな特徴としてですね、進行方向が同じであれば、縦軸が一旦外れるのは大丈夫と考えるというか、ここがターゲットノートだったらですね、僕はポップス系の曲をあの結構あのドラムで叩いてみてやってるんですけど、ジャズバージョンとかやってやってるんですけど、ロック系って基本的にはこう縦がすごくきっちりこう合わさっててですね、それ縦軸をすごいはっきり合わせるんですね。 とかジャズって、このそもそも8ビート、これ、えーと、ちょっと後日やりますけどビート、ロック系の8ビートってのはスニアの2音っていうのは欠かせないんですね。でもジャズの場合はライドで効率も作るんで、スニアの2音をぼやかせるんですね。そうすると縦軸がすごいこうきっちりしなくなってくるんですよ。だから僕、スニアをわざとこう2音に入れないようにしてジャズアレンジとか言ってるんですけど、意図的にはそういうことを言ってるんですね。で ビルエバスなんかもそうですけど、ハーモニーがこういう風うに書いてあったとしても、全然こう流れ込んでこういう、こういうアプローチをすごいアドリブでやったりするんですね。そうするとこ、この縦軸のここの部分ずれて、うん なんかこう、濁って聞こえるんですけど、人間の耳ってその縦ばっかりに聞いてないんで、やっぱりメロディーって横に聞こえるんで、こう、要は時間軸で聞こえてくるんで、この時間軸で聞こえてくる感じですとその、全然おかしくないし、こういうことをすることによって非常にこう音楽のこう幅が広がるんですね。だからこういうことをやるんですが、だから僕もあの、ここから最初は当たってて、 ずらしていって最後はぴったり当たるっていうフレーズをやるとやりますよって宣言してからやってると思うんですけどああいうのをやってるってことですねだから進行方向がここの到達地点が同じであれば縦軸が一旦外れるのは大丈夫と考えるでも細かいパルスで当てないといけないんですけど、まあ、大きな軸でずれるとこうずれていくという話ですねというふうにいろいろ私の知識なりにいろいろ考えてきましたが何をもってジャズと呼ぶかの結論でございますね えーまあ、今のところはあのなんとなくということでですね、えー、なんとなく、えー、この曲はジャズっぽいなとかっていうふうに判断してるという、えー、私の知識不足でございますがでもこういうのね動画であげるといろんな人がい、ね、ろんなことを教えてくれるんでねいろいろコメント欄に書いていた優しく優しく書いてくださいねあの上から目線的なやつはねあの非常にあの結構へこむんであの書き方の問題ですよねあの善意で言ってくれてるんですけど なんか、そんなのも知らないの的な感じでですね。えー、知らないです、僕。もう、なんで僕がバカだって分かったんだろうってね。いろんなところで分かると思うんですけど。はい。そんな感じなので、まあ、建設的にねこ、うこういうことやって、みんなの知識集めて、いいことやっていきたいと思って僕あげてるんで、そういう形で書いていただけると非常にありがたいなと思います。はい。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ、 メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。